はい、芸用要塞をね撮影することができました。ここはね前にダイブで1回来てるんですけど、その時ですねちょうどフェリーがドック入りで間引いた運転しかしてなくてですね、ちょうど乗りたい時刻にフェリーがねなかったので断念しました。まあ、今回ね撮影がねできて大変ね良かったです。はい、では次行きたいと思います。はい、正面にですね四国の山が見えてます。今ですね UFO ラインというところに向かってます。UFO ラインは愛媛県と高知県のね県境にあるんですが、正確にはね愛媛県になります。テレビのねコマーシャルでも使われたところです。何のねコマーシャルかと言いますとカローラスポーツですね。割とね最初の頃の CM でね使ってたと思います。まあ、ちょっとね山の方がね雲が多くて霞がね出てるかもわからないんですが、まあとりあえずね行ってみましょう。はい、山の方に入ってきたんですけれども、かなりね走りやすいですね。まあ、おそらくねこの先勾配がねだんだんきつくなると思うんですが、今はねすごくね快適です。あ、UFO ラインのね看板が出てますので、この道でね間違いないようです。はい、だいぶね上がってきたんですけれども、まだね上がってますね。ただね地図上はねあと10キロ弱ぐらいになります。そこがね多分景色がねいいところじゃないかなと思います。おお、まさにねこの道ですね。ここは素晴らしい、すごい道ですね。おお、いや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 、あ、こんなにね、あ、こんなに開けてるとは思わなかったですね。すごいなこれ。おお、あ、ちょうどね、まあ、空もね雲多いんですけれども青空もねしっかり見えてますし、最高ですね。いやー、これは素晴らしい。うわ、こっから落ちたらまあほぼ死ぬな。うわ、すごい。いやいやいや、なるほど、これはね確かにねコマーシャルで使えますね。このロケーションはねすごいですね。はい、ずっと見ていてもね飽きないようなね素晴らしい景色ですね。ただね、次の目的地があります。次はですね中津明神山に行きます。ここからね80キロぐらいねありますので2時間ぐらいねかかるかと思います。ゴールデンウィークなんですけれども、緊急事態宣言がねもう間もなくね出るのはね間違いないということで、まあ、対馬にね、行く予定で、まあ、フェリーとか宿とかね全てね予約をしてたんですけれども、昨日ね全てねキャンセルしました。まあ残念です。まあこのゴールデンウィークはね多分ねもう動くことはできないと思いますので、まあ、できればね夏にね
再度ね、チャレンジしたいと思います。はい、ここがですね、阿川スカイパークになります。ここからね、まだね登らないといけないです。ここからはねもうナビゲーションでも道がね、ない、林道をね上がっていきます。来ましたね、ここです、ここです。おっとやばい、ちょっと今ね濡れてたんで、ちょっとねやばかったです。ちょっとね3速ではね登ってくれないですね。ちょっとこれほとんど未舗装道路に変わらないですね。まあ、前回よりね道がね荒れてるような感じがします。まあ、何年かにね1回はねアスファルトも張り替えると思うんですけど、かなりね傷んできてるように思います。はい、頂上がね、見えてきました。もう少しです。はい、頂上に、到着です。はい、来た道をね戻ってます。できればねあの撮影したダート道をね走ってみたいんですけれども、まあ、どんな道かねダートかわからないので来た道をね戻ります。はい、走る場所をね間違えると大変ね危険なんですけれども、登るよりはねかなりね楽ですね。しっかりね走るラインさえトレースできてれば大丈夫です。はい、無事、舗装林道をね、降りることができました。よいしょ。この岩をですね、くり抜いたような道ですね。これはですね、
台湾の、タロコ渓谷をね、思い出しますね。なんかね、すごく懐かしい、感じがします。到着です。